いよいよ決勝の時を迎えました。山田秀明選手の表情をご覧いただいてますけれども、まあ、今日本当にこう厳しい位置にはなるんですけれどもね、そうですね、もうここでどう戦っていくか、稲川選手との並走でっていうところも今後にまたつながるでしょうか。そうですね、もうこれはねまず勝たなきゃいけないというね、まあ、前々に踏みながらあんまり横のことを考えていくと逆に立ち遅れますからね、前々に踏まなきゃいけないという感じでしょうね。全体のピッチがぐっと上がりますから、おそらく。さあ、そして清水選手の後ろ姿まで見送って、決勝戦です。大村敦さんの実況でお楽しみください。令和6年能登半島地震復興支援競輪大阪・関西万博協賛開設74周年記念武雄競輪オークス賞争奪戦 G3 残す競争は一つとなりました。第12レースは決勝戦、2025メートルで争われます。挑み続ける男たち、今年のオークス賞ファイナリストを内から順にご紹介いたします。1番は山口清水博人、2番静岡深谷智博、3番岐阜志田流星、4番千葉根田隆、5番佐賀山田秀明、6番宮城大月博則、7番大阪稲川翔、8番宮城阿部力也、9番三重浅井光太、以上の9人で争われます。先頭移動員は坂本昭照選手が務めます。 S3 清水と深谷、今節参戦の2人も勝ち上がりました。清水の後ろをめぐって地元山田秀明と大阪稲川ともに主張するようです。難関プラス宮城の4社は値段を先頭に深谷、そして力の2人を阿部大月の順で固めそう。そして500勝に王手をかける浅井は志田を目標に戦う決勝です。発走します。さあ、構えての号令かかりました。各社前傾姿勢に移ります。5号になりました。第12レース決勝戦の発走、さあ外枠から8番の阿部力也、内からは1番の清水博人、飛び出していきました。8番の阿部がさっとスタートを決めます。3番手9番の浅井光太、そして2番の深谷智博が2コーナーポジションを上げていく。4番の根田隆も上昇します。あとは6番大月博則の上昇を待つのみという東の遠征メンバー4社全段布陣となる模様です。1番の清水博人が前から数えて初手は5番目、上がっていきます地元5番の山田秀明と7番車の稲川翔の2人です。そして9番の浅井光太はバックを踏んで後方で3番の志田流星と並びを作ります。6番大月4番手合流、4二86長い東日本4社のラインがまずは前段2周回目地コーナーです。1番の清水は5番手、その後ろはインが5番の山田、アウト7番稲川で初手からの競りです。3番の志田、9番の浅井、中部の両者は後方からの競輪2コーナーからバックです。さあ4番の根田、3日間の選考いずれも粘り込む2着であります。追走深谷は準決勝そのモンスターパワーを見せつけました。8番の阿部力也、相性いい根田と連携してこの決勝戦に勝ち上がります。6番の大月博則は昨日の競争大外よく伸びていました。そして1番の清水5番手、さあ一撃必勝のまくり勝負か、その後ろ日予選で清水をかわした5番の地元山田、そして初日側戦で連携した稲川、2人ともに清水の筋を通して番手主張であります。3周回目は2コーナーを回ります。3番の志田流星、さあ9番の浅井光太を連れて上がります。2コーナーからバック戦、準決勝深谷の後ろに入る展開ながら詰め寄るも志田2着とした。浅井は志田を目標に、さあ500勝達成の V ゴールとなるのかどうか、4番根田を3番の志田流星が抑えています。さあ競争はいよいよ4周回目勝負どころに入る。番手では2番の深谷と9番の浅井でつばぜり合い、後方からは1番の清水が上がっていきます。さあまずは3番の志田流星、前を抑えて東の4社は車を引きました。おっと1番の清水の後ろ7番の稲川が追走する。地元5番の山田は内々進路を取りまして
上がっていきます。4番の根田の後ろ、深谷の懐に潜り込んでいる。レースはいよいよ2センターから4コーナー最終周回めがけて、さあ1番の清水、そして3番の志田、両者でもがき合う。外からは4番の根田隆、そして5番、地元の山田秀明は1番の清水の後ろ取り切ってのドッキング。さらに7番の稲川翔が3番手、そして外からは2番の深谷が自力を繰り出して3コーナー番手のアウトコース、1番の清水を飲み込んでいく。4コーナーから直線コース、追走は8番の阿部、そして5番の山田切り替えるも、外には6番大月、まずは2番深谷智博だ。第12レース決勝戦、最終的には S 班の2人、1番清水に2番の深谷が襲いかかる、攻め上がる展開でありました。地元5番の山田は一旦清水と連携が外れたんですが、内々進路を取りながら最終的にはドッキングなるものの、2番の深谷智博、最後はその怪物の力、自力繰り出して V ゴール。2着は8番アベリキア、そして続いた6番大月3着、2番8番6番です。審判からの決定放送まで今しばらくお待ちください。最終第12、お客様に武雄競輪第12レースの払い戻し金をお知らせいたします。枠番連勝複式26240円、枠番連勝単式26300円、車番連勝複式2番8番330円、車番連勝単式2番8番410円、3連勝複式2番6番8番1010円、3連勝単式2番8番6番1450円、ワイド28170円、26630円、68940円。以上でございました。皆様から早くもおめでとうの声がたくさん届けられました。改めまして、開設74周年記念武雄競輪オークショー争奪戦におきまして見事優勝いたしました深谷智博選手です。今一度盛大な拍手をお願いいたします。それでは深谷選手に今のお気持ちをお伺いしてまいりたいと思います。深谷選手、今日はライン4車での結束、まずは阿部選手がスタートを取っていきました。あそこは作戦通りだったんでしょうか。失礼いたしました。この後改めてマイクを確認して深谷選手のお声を皆様にお届けしてまいります。改めまして深谷選手に今日のレースを振り返ってのお気持ちをお伺いいたします。今日はライン4車での結束、まずは阿部選手がスタートを取っていきましたね。そうですね、前っていう作戦ではあったので、一番前に取れてそこが良かったです。レースなんですけれども、志田選手が抑えてすかさず清水選手が叩いていきました。あのあたりはどんな気持ちで見てましたか。根田さんなら叩き切ると思ってそこを信頼してついてました。3者の並走になったところもありましたよね。あのあたりも信じて。そうですね、かなり苦しかったんですけど、そこをなんとか耐えれたので、その後チャンスが出てきました。そしてご自身は大外を自力で仕掛けていきました。改めて感触はどうだったんでしょうか。そうですね、ちょっと外に差してしまったので、そこを苦しいかなと思ったんですけど、なんとか、前も頑張ってくれましたし、後ろもついているので必死に頑張りました。深谷選手、阿部選手、そして大月選手とラインで決まりましたね。そうですね、本当前を頑張ってくれた根田さんと後ろを固めてくれた阿部さんと大月さん、本当に感謝しています。あとこの開催はダービーの後ということで、少し疲れも残る中でと深谷選手おっしゃってました。改めてですが、3走力強い走りを見せたんですけれども、改めて4日間を振り返っていかがだったでしょうか。そうですね、間が少ない中で調整が難しかったんですけど、なんとか気合で乗り切れたと思います。また大きな大会も控えています。今後の目標は。そうですね、本当一走一走頑張っていい結果を残せるように、皆さんの前にこうして出てこられるように頑張りたいと思います。
連日ファンの皆さんが本当に深谷選手に大きな声援を送ってくださっていました。最後に応援してくださった皆様にメッセージをお願いします。連日応援ありがとうございます。これからもいっそいっそ期待に応えれるように精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします。優勝深谷選手でした。ありがとうございました。